めっちゃ減るんだけど、最高じゃんこれ。はい、どうもハピネスダークのハピネスです。今回はグレンデルにライノを移植した、4番主軸のビルド紹介やっていきたいと思います。早速なんですけれども、映像に流れている通りね、敵を食べてで、4番で敵を射出してというね、まあたったそれだけの簡単な戦闘方法で、なおかつ相手の装甲を破りながら、毒ダメージも付与してね、鋼の道のりの敵も一網打尽にしちまおうみたいな、まあそんな感じになってます。詳しいビルドなんですけれども、まあオーラモットにはグローウィングパワー入れてるんですけれども、まあ人によってはいろんなその防衛面のシールドゲーティングとか合うのかな、うん、まあそういうのを使う人もいると思うので、まあここは結構自由でいいんじゃないかなと思います。エクシラス枠にはプライムドシュワーフッテッドを入れてます。これは通常のシュワーフッテッドでも大丈夫だと思いますね。さらにはね、エネルギー容量をプライムドフローで伸ばしつつ、範囲をちょっと持ってます。まあ、4番のねアビリティとかは範囲も影響してくるので、まあぶっちゃけもっと持ってもいいんですけれども、まあ今回はストレッチ1枚でいっています。でさらにはアダプテーションでダメージを防ぎつつ、さらに補助としてねアルケインガーディアンも挿入しています。でさらにはアンブラバイタリティでヘルスを伸ばしつつ、さらにアンブラインテンシファイを入れて、威力とヘルスをセットモッドの効果も得て伸ばすという形ですね。まあこちら持ってない方はね、通常のバイタリティ、通常の、インテンシファイでも全然 OK です。ただし、4番使う時のね値、アーマー減少 116% とか、そういうところを意識して、上げたいので、これが 100% 以上になる方が使いやすいと思うので、威力をね増強する際はそのあたりに気を使って調整してあげると良いと思います。さらにはハンターアドレナリン装着しています。ヘルスにダメージを受けるとエネルギーが回復するよってやつなんですけれども、さらにですね、これ敵を1番で食べた後に2番を使ってね、ここの項目のエネルギー倍率っていうところ、まあこの効果がですね、このハンターアドレナリンにも影響しますので、1番で食べて2番を発動、そのエネルギーの回復倍率が上がったところに敵の攻撃を受けると、さらに大きなね、ヘルス回復を得ることができるという風になっています。非常に優秀なね組み合わせです。さらにはアルコンコンティニティ、毒異状態以上を付与するとアビリティは追加で腐食状態以上を付与するようになる。まあこれについては、有効に働くところ働かないところ、いろいろ場面はあると思うんですけれども、必ずしもこれじゃなくてプライムドコンティニティでもいいし、まだプライムド系持ってない方は通常のコンティニティでも大丈夫です。あとはね、グールマンド、こちら装着しています。グレンデルの増強モッドですね。こちら1番をね発動する際、発動時エネルギーコストの代わりに 200Hz を消費する。で、1番は敵の数に応じてボーナス150走行値を付与するということで、かなり耐久性も高いし、おまけにね、エネルギーのコストを最小限に抑えながら、どんどん敵を食べて2番だとか4番につなげていく戦闘方法が可能となっています。でね、3番にはライノのアビリティを付与していて、でダメージ上昇はね46と、そんなに大きくないんですけれども、アルケインにモルトオーグメントを装着しているので、敵を倒せば倒すほど、威力が上昇しやすくなるという感じになってますね。これと、4番とかね、さまざまな、その近接武器でもいいんですけれども、まあ、そうした組み合わせを利用しながら効率よく敵を倒していく構成になっています。ぜひ皆さんもね、こちらの構成を参考にしつつ部分的に変えてもいいと思うので、ちょっと一回ねグレンデルの4番主軸というプレイをやってみてください。そんな感じでお送りしたのはハピネスダークのハピネスでした。またね、別の実況動画も、ビルド紹介動画も上げていきたいと思いますので、この機会に、最新動画がチェックしやすいようにチャンネル登録等よろしくお願いいたします。皆さんの情報強化、感想のコメントもお待ちしております。ハピネスダークのハピネスでした。またね、バイバイ。